アメリカアップル社は iPhone 生産において困難に直面しています。アップル社の主要サプライヤーの工場が上海市での事実上の都市封鎖を受け、生産の中止を余儀なくされています。iPhone 生産の委託先である台湾のペガトロンは今月12日、中国東部上海市と高蘇省混山市にある工場の創業を停止したと発表しました。これら2カ所の工場は、 ペガトロー社唯一の iPhone 組み立て拠点であり、同社は iPhone 生産の約2割から3割を担っています。ペガトロー社によると再開の目では中国当局の承認を得られるかに左右されるとしています。また他にもアップルの MacBook の製造を手掛けている台湾のクワンタコンピューターも上海でのロックダウンにより、1日から上海工場の稼働を停止しています。 クワンタ社の委託元としては、アープルの他にもデルやフューレットパッカードなどがあり、クワンタ社のノートパソコン生産の約2割を上海の工場が担っています。中共ウイルス感染拡大の影響は、ペガトロン、クワンタにとどまりません。12日、ドイツ自動車部品大手ボッシュも、上海市と吉林省長春市の工場で生産を停止したと発表しました。 上海と近隣の体操市にある工場では、従業員を外部との接触を遮断する、クローズドループ式の運営方法に切り替え、創業を維持するとしています。上海当局は11日、新規感染者が2週間確認されていない7000以上の居住区を低リスク地域に分類し、ロックダウン規制を緩和したため、都市人口の約2割が、 制限付きで外出が可能となりました。しかし、同地区に居住する人々の移動は、未だに市内や近隣地区に限られており、上海を離れることは禁止されています。また移動範囲が明確に示されておらず、人々の混乱を招いています。現在、上海の多くの地域では、各行政区からの外出許可を待っている状態です。 ある住民は外出許可を得てからスクーターに乗るために家を出たが、その後すぐに当局者からもう乗ってはいけないとの警告を受けたといいます。NTD ジャパンがお伝えしました。